とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、タワーシーズン5、始まりましたね。昨日の生放送で、ちょっとすごい裏技が発見されましたので、それを紹介していきたいと思います。シーズン5、全体的にそんなに難しくはないんですけども、めちゃくちゃ簡単になる裏技です。まあ、とにかく、14回まで進んでいきます。それでは、14回着きました。14回見たことのあるフィールドですね。シーズン3の28回か27回、そこら辺の、フィールドと同じです。そうなんですよ。ここ、ショートカットができちゃうんですね。やり方は、この、端っこの方を通っていってください。で、ここから、反対側に向けて、ローリング。そうすると、渡ることができます。そして、極力、端っこを進んでいってくださいね。これで、ショートカット完了です。で、このショートカットを伝えたいだけじゃなくって、ここでショートカットを使うと、一番てっぺん30回まで敵が出なくなります。もう敵が出ないのよ。全く。途中で、草のやつは出るよ、草。草のやつで毒をこう、ぴょぴょぴょってこう投げてくるやつ。あいつは出るんだけども、他の雑魚敵は出ません。なので、15回から30回までは、直通で、こういう感じで、速攻進んでいくことができるんですよね。まあ、とにかく、このまま、敵を倒さず進んでいって、28回まで、行きます。それでは、着きました。俺28回って言ってたけど、29ですね。29回です。で、装備は、こういう感じにする方が、俺はいいかなと思います。フルメタルアーマーの、117。そして、バーストクロスボウ115。で、ビッグスの召喚、森の矢筒、弱体化のドラ、だね。このセットで行くと、結構簡単にボスを倒せるのでおすすめです。まあ、とにかく、これ、つけてみてください。で、30回に行きましょう。30回に行っても、先ほど言った通り、ボスは出ません。ボスいないんですよ。で、クリアできるかなと思いきや、クリアできないんですよ。ここに入ることができないんですよね。となると、オプションを押して、タワーを出る。これを選択するしかありません。タワーを出ましょう。そして、また入ってください。で、戻ってきました。戻ってきたら、ボスが出ます。ボスの倒し方ですけども、イリュージョナーが2体出てくるので、森の矢筒を装備してください。出た瞬間に、ドラを使って、まず1体ぶっ潰しましょう。1体ぶっ潰さないと、ちょっときついことになるので、とりあえず1体を潰す。1体潰しさえすれば、あとは何とでもなるので、とにかく最初の1体をまず倒すこと。それをやってみてください。あとはこのビッグスを召喚してると、うまいこと盾になってくれるので、ちょっと安全にはなります。まあ、基本的に最初でね、勝負を決めるような形で戦ってみてください。はい。シーズン5、こんな感じで、すごいショートカット。ショートカットっていうか、まあ、ずるい裏技があります。これをやることによって、そうだね、10分ちょっとあれば、クリアすることができます。これシーズン4に続き、超簡単に高速周回ができるので、おすすめのタワーですね。はい、ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。